どうも皆さん、こんにちは、ピクセルです。というわけで、アスタルテの続きやっていきましょう。というわけで、キャメロンのね、宿までね、連れてきました、ミカちゃんを。ミカちゃん、これでいいんだよね。魂の抜かれてしまったミカをキャメロンの宿まで連れていく。ここで多分イベントがね、始まると思うんだけど、どうなんだろう。あ、来た。その子、風魔石に封印されてしまっている。え？てか、シャラいるし。魂が切り離された体は長く持たないわ。無事に風魔石は回収できたよね。ちょっと二つとも貸してもらえるかしら。シャラに二つの風魔石のかけらを渡す。腕と渡すん、これ。持ってれば、あ、いいんだ。これだ。もう一つお願い。はい。OK。ダメだ。風魔石が元に戻らない。これはもともと一つの石で、元に戻すには魔力が必要なのだけれども。あれじゃない、なんか、ミカちゃんにさ、使っちゃってせいでさ、なんか魔力がなくなっちゃったんじゃないの、もしかしたら。私たちだけじゃ魔力が足りない。誰か強い魔力を持った者を連れてこなければいけない。今すぐに。いたっけ？そんなやつ。ピクト誰でもいいわ。強い魔力を持った。唐突。めっちゃ唐突なんだけど。魔力を持つ者を探す。うわ、ヒントなし。ヒントなし。あれかな？城行けば誰かいるんじゃないの？城とかに。なんかいないかな？キャメロン城の中にさ、なんかいないかな？いればいいんだけど。あ、なんか来た。さっき北北西の公園でアスタルテ様を見かけて、こんな雨の中何やっていたの？お、あ、これでアスタルテを、アスタルテがあれか、なんだっけ、アスタルテが力を貸してくれるのか。北西だから北の西、こっち側か。これ公園っていうのか、よくわかんないけど、なんかあるけど、ここっぽいよね。なんかここっぽい。全然ちげえ、全然ちげえわ。公園ってどこにあるの？これ、これか。あ、これだ。いた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 。悲しみの雨をどうか、大勢の命を奪った愚かな私を許したまえ。え、なんかやってる。あら、こんばんは、騎士さん。え、何やってんの？アスタルテめっちゃ真面目じゃん。謝罪っていうか、なんか、懺悔みたいにしてる。え、ミカがすぐに宿まで案内して。オッケー、任せろ。来るか？来るのか？あ、来た。オッケー。行くぞ、宿。連れてきたよ。へい、来た。イベント始まるね。この石を元に戻して使えばいいのね。なんかアスタルテ魔力めっちゃあるから、ちょいってできないのかな。ええ、直接、あ、そうか。触っちゃうとあれか、アスタルテ封印されんのか、魔力ないのに。これをこうして、これでよし。お、治ったかな。風魔石を、この者の魂と魔力を解放せよ。わらわは言った、あ、生き返った。あ、全然、普通に元気そうじゃね。わらわは言ったりとか言ってるけど。成功したわ。よかった。ミカ、もう危ないところに行ってはダメよ。アスタルテ、わかった。よし、じゃあ私はもう城に戻るわね。ミカも遅くならないように。これはあなたに返しておくわ。風魔石を返してもらった。これで風魔石使えるようになってんの？よくわかんないけど、あるかな？あ、あった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 。風魔石飛び道具耐性1。まさかこの時代のアスタルテに助けられることになるとはな。ごめんなさい、私の兄貴がとんでもないことをしてしまって。兄貴は今頃牢獄の中よ。心配ないわ。あなたたちごめんなさい、いろいろ大変だったわよね。はい、皆さんお疲れ様。軽いな、お前。最後軽いな、お前。今日はもう休みましょう。さあさあ、宿の暖かいベッドで。って言って寝ると、毎回あの、石の空間に連れてかれるけどね。うん、宿だよ、お姉さんがおごっちゃうんだから、あざっす。それはあざっす、それはあざっす。やったね。そうじゃな、夫婦調子に、やべえ、あざっすって言ったのバレた。ミカにあざっすとか言ってたのバレたわ。お、やっぱ来た。こう、毎回この石の空間に閉じ込められて、すごい。うおー、もうなんか、はみ出てない？多分10章だと思うけど。モードレッドの反逆。モードレッド、え？超人、クーデターだ！モードレッド強化早い！もう展開早い！え、めっちゃ展開早いじゃん。ピクト起きるんじゃ、起きてます。ちょっと待って、装備欲しい。装備開けて！開けらんね、開けた、来た。オッケーオッケーオッケー。また頭の装備ねえ。とりあえず下へ降りて様子を見るぞ。え、ちょっと待って、頭の装備がないんだわ、今。頭の装備がないんだわ。しょうがない。モードレッド卿をぶっ倒しに行くか。なんで反乱してんの？あ、大丈夫？あらら、大変なことになっちゃった。モードレッド卿が王の留守を狙って反乱、あ、今朝はいないのか。モードレッド兵はアスタルテちゃんの居場所を探している。やっぱそうだよね。アスタルテの力を使ってなんか反乱を起こすみたいな、そういうことか。シャラ殿はこちらか。あ、なんか来た。なんか来た。あなた、これこの絵で合ってんの？城は完全にモードレッド兵の、強いモードレッド兵、逆に。私はアスタルテ様と、なんて読むのこれ、侍女、ミカ様を連れて城を出ます。アスタルテ様とミカ様は生き延びた騎士たちと隣の教会、お、教会にオッケー。アスタルテちゃんをミスミス敵の手に渡すわけには。ビキと一緒に戦うよ。教会の入り口、ここか。
なかなか近くね。え、これ何？あ、敵か、これ。これ敵、敵か。いたぞ、騎士の生き残りだ。とりあえず倒そう。え、これ敵じゃないの、もしかして。あー、こっちやった。味方だった、絶対あれ。やばい、俺味方攻撃してたかもしんない。ごめん。あ、すげえ、シャラかっけえ。シャラが魔法打ってる。かっけえ、かっけえ。やばいやばいやばい、やられてる、モードレッド兵にやられてる。やばい、あ、味方も攻撃しちゃった。やべ、ごめんごめん。やっぱ味方だった。ごめん。ごめんとか言っといて攻撃しちゃった。これ入れんのかな？入れんねえ。あ、入れた。入れた、入れた。へいへい。おー、おー。この時代のミカ、アスタルテ。なんか、お前いつまでそこにいんの？なんか前も、お前ここいなかった？この端っこのところ。てか守んなくちゃ、俺。また守んなくちゃ。開けらんねえし。やばい、出られなくなった。閉じ込められたわ。あ、ミカいるせいだ、これ多分。よし、OK。いなくね？あ、いた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 。なんか割とシャラがなかなか強いから全然苦労しないんだけど。グフ、やられた。え、待って、任務失敗したんだけど。え？え？やっと終わった。え、めっちゃ強いんだけど、実は一回失敗してました。実はあの味方を俺が倒して失敗するっていうミスをしました。むずこれ。主君を持たない野良犬め、戦場に迷い込んだらが運の尽きだ。何あの3人の黒式モードレットへ死ね。黒騎士が味方してくれんのか。これあれじゃない、カルドウェル卿を雇ってるやつじゃないの。めっちゃ炎出てるけど、めっちゃ強強。黒騎士、黒騎士めっちゃ強いやん。なんということは、たった3人に強すぎ、ワロタ。今度キャメロン城の中にの、うわーなんか来た。大変です、黒騎士の軍団が東門に。これあれか、モードレッド兵か。これ味方か。やったぜ。む、もはやここまでか。モードレッド召喚、召喚かな。この黒騎士団、おそらくカルドウェル卿直下の精鋭、西洋兵部隊だ。みんな逃げるぞ。やっぱそうか。防犯に加担した我らは捕まったら殺されるか奴隷だ。それが嫌なら仲間を集めて死ぬ気で逃げろ。やばいな。今度はモードレッド追うのか。この国を脱出するんだ。ついてくるやつはついてこい。了解。なるほど、今度はこれを追ってけど。いやー、雨やばい、雨やばいな。エンコードがすごいやば。お、黒騎士かと思ったカルドウェルだった。ピクトよ、よくぞ持ちこたえてくれた。いや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 、私はクーデターがあることを事前に知っていた身だ。やっぱそうだよな。なんかカルドウェルなんか結構さ、鋭いからさ、知ってそうだよね。何かあればすぐさま動けるようにしておいたのだが、まあでも確かにすぐ用意、なんだろう、モードレット卿が一枚上手だった。やつめ、直接王都を叩くとは。直にアーサー王がモードレット卿の軍と一戦交える。え、じゃあ待ち構えてんのか。お、もう戦ってんじゃん。うわ、モードレットよ。なぜこのような。はは。すべては貴様自身が招いた災いよ。モードレット卿は倒されるだろう。だが本当に怖いのはモードレット卿ではない。え、何？この国の民だ。え、どういうこと？ちょっと意味が分かんない。どういうことだ？11章封印。あ、来た。アーサー王は、アーサーはもはや我々の王ではない。城下町の有様を見てみろ。一体どれだけ殺されたと思ってるんだ。あなたに仕えていた私の夫はどうしたの？早く返してよ。なんで帰ってこないの？いやでもアーサーはもう頑張ったと思ったんだけどな。アーサーはもはや戦える軍を持っていない。アーサーは俺たちを守ってはくれないぞ。もうやられすぎてこの国はダメだみたいな。アスタルテか。ん？アスタルテだ。アスタルテが来てからこの国はおかしくなっちまったんだ。そうだ、北の大国もモードレットもアスタルテの力を狙っていた。アスタルテが早く出てこなかったから見せしめに何人も殺された。アスタルテは幸せなんて運んでこない。やつは疫病神だ。うわ、こいつ気の知れないな。うわー、もうアスタルテもう性格悪くなっちゃう、こんなこと言われたら。ぐ、見ておられぬ。おう、我々にこの土地を実行支配するだけの力はもうありません。もはやここまでかと。うむ、民よ、そなたたちの思いしかと受け止めた。私はこの場をもって王を退位する。王様いなくなったらどうすんの。じゃカルドウェル卿の配下の傭兵隊が半年間この町を警護する。
そなたらは新たな王を選定するのだ。生き残った私の騎士たち、私についてきてくれるか。もちろんです。お供させてください。了解しました。東の火山要塞をさらに道なりに進むと最果ての遺跡がある。我々はそこへ向かう。気づかれぬようについてくるがいい。なるほど、今度は遺跡に行くのか。この時代のミカ、どうしたの。この時代のミカどうしたん。なんかめっちゃびっくりしてるけど。まずい。アーサーたちはアスタルテを封印するつもりじゃ。そうか、絶対阻止するぞよ。でもカルドウェルは一応こっそりついてくるがいいって言ってたから、まだ止めようとは思ってるんだよね。とりあえず目標、東の最果ての神殿へと向かう。というわけで、もう装備がボロボロで武器もあんまりないので、次回はちょっといろいろ装備とか整えてから始めたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。